勝ちどきまる。勝ちどきまるは日本の輸送船。元はアメリカの貨客船であるプレジデント・ハリソン、SS プレジデント・ハリソンであった。第一次世界大戦末期、アメリカは大型の軍隊輸送船の建造を計画した。しかし、その途中で大戦が終結したため、軍隊輸送船を貨客船に改めて建造されたのが、 502型火客船と535型火客船の2種類の火客船である。502及び535は船体の水線馬町の長さに由来する。基本設計はニューヨークシップビルディング社、内装はベスレヘム造船、客室長土品和が担当。船形はおさ船橋を持つ三島型で船橋と客室フロアの間には貨物ハッチが設けられていた。 一等船室は三区画に設けられ、最上層にある客室は2部屋ごとに、共用のバスルームが設置されるなど、外観の不格好さと、反比例して内装は、豪華さを極めた。502型は7隻建造され、いずれの船名も当初は、アメリカの州のニックネームが付けられた。プレジデント・ハリソンは、ボルバリンステート、ウルバーンステートとして1921年1月に、竣工。 ボルバリンステートはミシガン州のニックネームである。ボルバリンステート以下7隻の502型は、アスブは7隻の運航を民間路に委託した。この頃、7隻の船名がすべて大統領の名前に改められた。ボルバリンステートは、プレジデントハリソンに改名され、姉妹船と共にパシフィックメール社のサンフランシスココルカタ船に就航。しかし、不況で、 航路はすぐさま閉鎖となった。当時、アメリカと極東を結ぶ航路を持つ船会社のうち、アメリカにおいては、財木省出身の1844年から1932年とその家族が率いるダラーラインが、ライバルの船会社を次々と手中に収めて石鹸しつあった。パシフィックメール社もダラーの支配下となり、1925年に吸収された。 パシフィックメール社を支中に収める前、ダラーも含めたアメリカ海運業界の一大関心事は世界一周航路の説であった。アメリカ東海岸からパナマ運河を経由して、アメリカ西海岸、アメリカ西海岸から極東、極東からヨーロッパへの物流は増加傾向にあり、有望株と見られていた。ダラーも世界一周航路への参入を計画していたが、 参入条件として、航路閉鎖によりダブついていた502型7隻を安値で購入することを挙げていた。ダラー一族のスタンレーダラーがアスブとの折衝薬となり、1923年に1隻あたり60万ドルの値段でプレジデントハリソンを含む502型すべてを購入した。ダラーラインでは、この年に購入船を用いて、世界一周航路の試験公開を行い、 本格修航に備えた。年1二十四年一月五日、プレジデント・ハリソンは、ダラーラインの西回り世界一修航路の第一線としてサンフランシスコを出航した。ホノルル、横浜、神戸、上海、香港、マニラ、シンガポール、ペナン、コロンボ、スエズ、ポートサイド、アレクサンドリア、ナポリ、ジェノバ、マルゼイユ、ボストン、ニューヨーク、 ハバナ、バルボア、ロサンゼルス。プレジデントハリソンは106日かけてサンフランシスコに帰ってきた。この航路は東海岸から西海岸への先客、アメリカから極東への貨物、極東から欧米への重要貨物の往来により、初年度こそ赤字だったが、次の年度から潤った。極東、欧米間の輸送では、特にカシューナッツやラテックス、 砂糖などの輸送が利益を上げた。ニューヨークへの輸送日数も1ヶ月早くなり、ダラーラインはスケジュールの減手も相まって、会社全体の評判も高まった。1930年頃、プレジデント・ハリソンなど4隻の上部構造が改装され、船橋と客室フロアを分け隔てていた貨物ハッチは一等客室の増設に当てられ、すっきりとした外観になった。しかし、 この改造資金はアスブから借金したものだった。また、1929年に始まった世界恐慌の波が事業を急拡大しすぎて、ホ満経営に陥りつつあったダラーラインを直撃しつつあった。事業の急拡大を懸念していたロバート・ダラーが1932年に亡くなると、会社の屋台骨は大いに揺らぎ、経営不安が一気に表面化した。 資金繰りがままならず、借金返済を何度も猶予するありさまで、そのような状態にもかかわらず、会社の重役には高額の給与が与えられていた。ついには、保険金で、会社の資金をやりくりするという荒業まで飛び出したが、夜景死に水だった。1937年12月11日には、虎の子の新鋭化客船プレジデントフーバー、SS プレザデンジュバー、 2万1936トンが日滝島で座礁沈没。これはもはや老朽船大隊の新衛船を建造する資金すら底を突きかけていたダラーラインに止めを刺したようなものだった。1938年6月、スタンレーダラーは万作付きでダラーラインの運航停止を表明。ダラーラインの株を政府に貸し、海運事業から去って元の大目標に戻った。 プレジデント・ハリソンを含むダラーラインの船隊は政府と主体で設立された2隻。ファンネルマークもドルからアメリカン・イーグルに変更となった。1941年11月末、プレジデント・ハリソンはマニラと香港でドック入りし、その際に軍隊輸送船に改装された。この後、両船、SS プレジデント・マジソンと共に上海に入港し、 同地のアメリカ海兵隊をフィリピンに移動させる任務に着いた。マニラで海兵隊を上陸させた後、プレジデントハリソンは12月5日にマニラを出港。北京、天津方面のアメリカ海兵隊引き上げのため、新高等に向かった。当時、日米関係は危機的状況にあり、プレジデントハリソンのオーレル・ピアソン船長は、万が一の際にはオーストラリアへの脱出か、 体験コースからのアメリカ機関を考えていた。この時点で、プレジデント・ハリソンは、ドル紙幣とドル貨幣、ペソ紙幣、香港紙幣、小切手、それに宅装品の水飴が積まれていた。12月8日、新珠湾攻撃により太平洋戦争勃発。プレジデント・ハリソンは、備え付けのラジオで海戦を知り、5時頃には無電にも、海戦の情報が入った。 8時30分ごろ、プレジデント・ハリソンは、上海の93度110回に地点で、日本の小海域に発見され、停戦を命じられた。この頃、長崎から、上海航路定期船の長崎丸、等は海運、5268トンが上海に、向かいつつあった。長崎丸は12月7日に、長崎を出港し、上海から約60マイルの地点で、 プレジデント・ハリソンに停戦命令を出した、哨戒機からプレジデント・ハリソンの監視を命じられた。ほどなくすると、長崎丸は停戦して漂白中のプレジデント・ハリソンを発見。適度な感覚を持って、監視任務を始めた。プレジデント・ハリソンは、煙突を持つ長崎丸を軍艦と間違えたのか、船を捨てる素振りを見せたが、やがて航行を再開して、全速力を出し、 北に西に都心路を頻繁に変えた。長崎丸は追跡監視しつつ、動向を逐一打電。それに応じて新たな紹介機が飛来してきた。16時頃、プレジデントハリソンは、洋子港川口部のあまり三島南一海里の浅瀬に座礁。アメリカ側は船を沈めるべく座礁させたとし、1941年12月10日付の朝日新聞では、 ハリソンは火事を誤って浅瀬乗り上げたと書き立てた。座礁の後、乗組員全員はあまり参道に逃げ、やがてプレジデント・ハリソンは現場に到着した、駆逐艦繰りによって18時に打歩された。打歩後からプレジデント・ハリソンの離床作業が行われ、逃亡していた乗組員はすべて呼び集められて、離床作業に従事した。しかし、船体の動揺が激しく、 いくつかの重量軽減策を行った末に行われた、クリア、タグボートによる栄光もロープが切れるなどして、なかなか成功しなかった。それでも地道な排水作業の末に1942年1月19日、不要に成功。上海に開港され、江南造船所で仮修理された。上海での仮修理の後、プレジデントハリソンは、勝ち時丸と命名され、 3月5日に、上海で日本郵船に引き渡された。また、この時民需用が、建前の船舶運営開始要戦となり、軍の徴用を受けないまま軍事輸送に従事する陸軍、配当船に指定され、陸軍配当船、番号5025番が付与された。引き渡された時、勝ち度決まるには未だ旧来の乗組員が残っており、優先側の乗組員に対して、協力を惜しまなかったが、 旧来の乗組員は後日、日本海軍の将兵に連行されていった。その後、勝時丸は日本に開港され、大阪鉄工所桜島工場で改装工事が行われた。この改装で三等船室が新たに設けられた。7月28日工事が完了し、翌29日から台湾航路に就航した。勝時丸の台湾航路就航は華々しく報じられ、米、 砂糖を満載して、清水港に寄港した際には、見物人が、勝時丸見た差で清水港に押し寄せたほどだった。しかし、この航海では、十分に清掃していたはずのタンクに汚水が残っており、そのための陸民に下痢患者が大量に発生し、うち三人は不運にも死亡してしまった。これ以降、勝時丸にはいくつかのトラブルが発生した。それはまるで、 日本に使用されることを嫌っているかのようなトラブルの連続であった。9月16日未明、勝時丸は2回目の航海で、宝庫初頭目と初近海を無投下で航行中に26、262戦団を護衛して、文字に向かいつつあった、駆逐艦ふずきと衝突。勝時丸は、左舷部に箱ができ、藤ずは艦首を大破して、護衛任務を打ち切った。 勝時丸は10月24日付で、船舶運営会に貸し下げられ、修理の上航路に復帰したが、1943年2月には、瀬戸内海を夜間航行中座礁、日立造船員の島工場で修理された。他にも、船内構造が日本で建造された船とは異なっていたが、ゆえのトラブルも多発した。そして、勝時丸に、終末の時がやってきた。 九百四十四年九月六日六時、六隻の輸送船、勝時丸のほかは、元特設巡洋艦船港丸、日本郵船、七千三百九十八トン、南海丸、大阪商船、八千四百十六トン、ひょい地獄船落葉丸、南洋海運、九千四百十八トン、タンカー随宝丸、E の海運、五千百三十五トン、タンカー新潮丸、 当は汽船5135トンで構成された、非72戦団はシンガポールを出港。勝ち度決まを戦乱基準線とし、南シナ海の中央部を進んで、日本本土に向かった。各船様々な積み荷を乗せていたが、勝ち度決まには、防機サイト6000トンを搭載し、軍人やインパール作戦参加の商病兵、婦女子を含む便乗車884人、オーストラリア陸軍兵を、 主とする連合国保留950人を乗せていた。9月11日9時、船団は、マニラからやってきた、マモ零三船団の3隻、元特設水上規模艦各丸、大阪商船、8417トン、元特設巡洋艦後国丸、大阪商船、1438トン、陸軍特殊船機微津丸、日本優船、 9,575トンと合流して旧赤船団となり、勝時丸は船団中央列の先頭に位置して航行していた。9月12日1時55分、非72船団はの攻撃を受け、船団機関の解剖艦平戸に魚雷が命中。平戸は水中が消えると同時にその姿を消した。平戸が姿を消すと船団は大混乱に陥り、 夜明け頃の5時27分には、米潜水艦、シーライオンからの魚雷が、南海丸に命中し8時45分に沈没、続いて落葉丸にもシーライオンからの魚雷が命中して、航行不能に陥った。6時55分、グロウラーが、護衛艦の一艦で、対戦相当中の駆逐艦式並みを撃沈するに、至って、勝時丸以下比72戦乱の残存艦船は、 三ンア目指して逃げ出した。しかし、逃げる日72戦団を、シーライオンと、米潜水艦パンパニとの2潜水艦が追跡していた。22時50分、パンパニとは、海南東近海で、勝時丸に向けて、巨雷を3本発射。1本は、船手、1本は船尾にかわしたが残る1本が、勝時丸の7番戦争に命中した。命中部分は浅かったものの、 海水は柴叩く間に、複数の船倉に流入した。勝時丸の機関は停止し、船体は40度に傾いた。機関室員が、退避完了するに及んで、総員対戦命令が発せられた。やがて、勝時丸は横転し、23時37分、海中にその姿を消した。勝時丸の沈没により、便乗者と乗組員は合わせて50人が犠牲となり、 連合軍捕虜は約半数が救助されたが残る431人が犠牲となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。